専入寺は、愛媛県今治市玉川町別所にある高野山、真言宗の寺院。作礼さ山、潜行院とゴース。本尊は、千住観世音菩薩。四国八十八箇所霊場の第五十八番札所。本尊神言、聞、御馬らたら巻陸王、バジラ、ダーマハリー五英華、立ち寄りて、作礼の堂に休みつつ六時を唱え経を読むべし。 境内への車道標高312メートルの桜井山の八号目あたりにあるが、境内まで昭和時代中頃にできた登山車道により、階段を登ることなく、境内に行け、山城ゆえ近郊の札所では唯一今治市街から瀬戸内海まで見渡せ、登山車道の秋には桜、筒子、シャクナゲ、アジサイ、紅葉など、季節折々の花々が楽しめる。 天然温泉と精進料理の宿坊を備え、1月第2日曜日には、焼く飛ばし斎藤大駒があり、8月9日の直近日曜日には4万6千日大方へとして、夏祭りがある。小山田住職は、霊場の世界遺産化の推進に熱心で、四国の札所では珍しく、本尊と大師像を通年公開している。天智天皇の直眼によって、伊予の大衆、 オチマモル教が道儀を混流した。本尊の千樹観ゼオン菩薩は、海から上がってきた龍女が一頭を三礼して掘ったという言い伝えがある。このことから、作霊山が三号になった。また、四十年にわたって、ガランを整備した阿房仙人という僧が、当時に暮らしていたが、養老二年に雲と遊ぶかのように、突然姿を消してしまったことが、 戦友時の由来になっているという。空海が四国巡釈の折に、当時で手法を行った時、病に苦しむ人々を救済しようと井戸を掘り、また荒廃していたガランを修復し再興、交流したとされる。江戸時代に荒廃してしまったが、明治初期に、幾連商人が再興した。幾連商人は明治4年日本最後の、 促進上物として入場していて、当時に供養塔がある。昭和22年に山火事に合い全山消失により、千有事文書も消失。だが、本尊と大師像は何を逃れる。昭和28年に本堂は昔の姿のまま再建。大師堂は昭和33年に再建される。竜刀桜宿坊当時への車道を上がっていき、千有。 照らした休憩所を過ぎると、二王門があり、二王門を左に見過ごして、さらに上がりきり月あたりを右に行くと、バス回転場で左に行くと境内前の駐車場に到着する。本堂の背後から境内に入っていく。歩きは、二王門から山道を登ると境内にたどり着き、目の前に石仏に囲まれた修行大史跡像があり、その先に修郎、右に大師堂があり。 その先に本堂が立ち入り口には、四国で一番大きい生人島ロソンジャ像があり中に、農協所がある。戦隊仏は、本堂左奥、その先に大きい小安観音像が立つ。五輪島、ありがとうございます。